はい、どうも皆さんこんにちは、ガズマックスです。今日はですね、またまた新しいドリップケトルを買いましたんで開けていきたいと思います。はい、それがこちら、均等から出ているプアオーバーケトル、ブラックの 430ml のモデルですね。これ一応裏側も見せるとこんな感じで、ステンレスのモデルもありまして、要はブラックとステンレス、まあシルバーですね、の2色展開になっております。まあ、430ml という容量からも分かる通りね、まあ、だいぶ小さいモデルなんで、1杯取り用かな、基本的には。まあ、2杯もいけないことはないと思うんだけれども、まあ、基本的には少量入れるタイプの、そして金属製の、要は壊れないモデルでございます。つまり、僕はこれをまたアウトドアに持っていくつもりで買いました。いや、前からね、アウトドア準備をしておりますが、どれだっけな、あ、これか。こいつをね、持ってこうかとチラッと思ったんですけれども、ちょっと割れそうなんでね、心配だということで、使用量の少ないタイプの割れないこいつをね、いいなと思って狙っちゃいました。まあ本来僕均等のプアオーバーケトルってもう一つモデルがありました。そっちをね、前から狙ってはいたんですよ。1万そこそこくらいするんですけれども、あれもね、いろんなコーヒースタンドとかで見るから興味があって、まあ、いずれはね買うつもりなんですけれども、とりあえずこいつをね買ってみました。実力を見ていきたいと思います。はい、それでは早速オープンよっ。おっ、あ、中身だいぶシンプルやで。あの説明書が入ってない。ほら、もうこんだけ。はい、こちらが、均等のプアオーバーケトル 430ml のブラックでございます。うん、だいぶちっちゃくて可愛くて、あ、軽いですね。しかもよっと、おお、あ、いいね、この表面の黒のマット感っていうのかな。カメラで伝わりきるかな、このいい感じにザラついていて光を反射しすぎない、で、この先っぽまでしっかりこの生地で作られている、よいしょ、このケトルの重厚感というかね、すごいベタ褒めだけれども。まあそのくらいね、第一印象がいいケトルですよ。この注ぎ口が結構太いのもいいね。あのお湯が出るところは内部は細いんだけれども、生地が厚くてしっかりしてる。だから多分チッとは外の衝撃とかじゃ曲がらなそう。うん、頑丈なケトルですね。いや、これはアウトドアやろ。絶対これ持ってくやろ。で、そうじゃなくてもうちにね、なんだろう、キッチンとかにポンと置いてあっても違和感なくないですか。すごく馴染むというか、色味が落ち着いているから。もちろんこういうね、普通のドリップケトルも非常に魅力的ですけれども、ビジュアル的な面じゃ負けず劣らず、どっちも可愛いよね。こっちと比べてあんまり場所も取らないし、まあちょっとの差だけどね。いや、すごくいいケトルだな。容量もちょっと測ってみます。まあ一応名前の上では 430ml ってついてるけれども、適正量は違うと思うんだよね。だいたいまあ8分目くらいとして、まあこのくらいかな。お湯が変に飛ぶ心配がなく安心して触れる範囲で言うと、だいたい、はい、こちら 360ml です。この重さであれば、まあ、指 1,2,3,4 本使って問題なく、まあ、触れる感じかな。こうでもいいしね、こうでもいいし、まあ、ちょっとこれ厳しいか、このくらいだな。で、 360ml っていうと、僕の入れ方だと大体、まあ、粉に倍量取られるとして、24g 使って300、落として、粉に取られて、まあ、ギリギリいけるかいけないかくらいかな。やっぱり1杯から2杯用ですね。でもしよりドリップを安定させたいようであれば、この辺までお湯を若干残した方がいいから、まあ、抽出量としては200くらいになるのかなって感じです。うん、まあまあ十分かなと思います。うん、しかし本当に改めて見て作りがいいですよね。この取っ手の部分もさ、金属なんだけれども、こう切りっぱなしで指がこう切れちゃうとか刺さっちゃうとか、そういう心配がない仕上げがされているから、非常に高級感があって、この取っ手の接合部分とかにね関してもちゃんと塗装がされていて、まあ、ちょっとね気持ち高めの価格帯ではあるんですけれども、まあ、それだけの価値はあるかなって、まあ納得するよねっていう。なかなかね本当にいいケトルやわ。でさっき軽く見せたこのケトルの注ぎ口の先っぽが、若干こう丸めなの分かります、普通のケトルよりも。これがね多分お湯の出方に影響していて、やっぱそうだ、結構こう切りやすいの分かります。他のケトルだとね、全然こう出方切れ方が違うんですよ。どちらかというとこのタイプは流れるように、そして緩やかに止まるって感じ。こっちは一気に出て一気に止められる、こう止めがしやすい、非常に。うん、おお、いいな、
うん、止めても裏漏れも基本的にしないし、お、いいあ、めっちゃいい、止めやすい、おー、細く安定して注ぐことできるし、この取っ手の形もね、ここに親指を置けるからしっかり、うん、指示ができるというか、やりたいことをしっかりケトルに伝えることができる、非常に扱いやすいあ、なかなかいいぞ。よし、じゃあ早速ちょっとこれ使ってコーヒーを入れてみます。今日はせっかくなんでね、とことん黒尽くしでいかせていただきます。さすがにね、黒いサーバー見つけられなかったけれども、まあ、もしあったら皆さんコメント欄で教えてください。お湯の温度が88度、よし、 OK、 じゃあ入れていきます。持ち方一番どれがいいかな、やっぱこうかな、指多い方が安定するっちゃします。いきます。うんうんうん、いいね。まあさすがに初回だから完全に慣れてはいないけれども、これね、すぐ慣れるわ、掴みやすい。うん、こんなにちっちゃいけどしっかりドリップポットの要点を押さえてる。持ち運びしやすい、置きやすい、洗いやすい、ちっちゃいの作りました、でそれにちゃんとドリップポットの機能つけましたじゃなくて、しっかりしたケトルを小型化したっていうイメージ、どっちかっていうと。うん、注ぎやすい、お湯切れもほらこんなにいいしね、落としたいとこにちゃんと狙い落とせますね。回し方も特に癖がなく、この細さも細すぎない感じがいいですね。あんまり細すぎるとね、まあ、繊細になりすぎてしまうところがあるから、まあそれ好みですけれども、なんかすごくドリップポットの標準を言ってる気がする。何の癖もなく普通に入れられる。で、あ、そういえばこの取っ手も全然熱くならないですね。なんかあったかさは若干くるけれども、全然モテるレベル。わあ、なんだこれ、すごいいいぞ多分継続させても途切れさせてもどっちでもいけるケトルではありますね。根元から細いから。よし、 OK、 こんなもんかな、うん、すごいよし、では下ろします。ね、残ったお湯としてはまあこんな感じですね。でお湯の量がね、減っても結構安定して注ぎ続けることができた。あんまりね、少なくなったからってブレがなかった。多分最後までこんな感じでいけるんだと思う。多分ここのね、角張りがいいんですよ。ここにお湯が集中するから最後までお湯が、注がれるというか、さすが均等やないや、マジであのでかいバージョンも欲しくなってきました。そのくらい各社最近やっぱコーヒーユーザーが増えたことによってレベル上げてきてるんですよね。それだけ求めるものがでかくなってきてるから、すごいものが来たいや、正直あのアウトドアでまあ使えたらいいかなくらいの思いで買ったところがあったんですよいや、これはね、万人におすすめできるケトルだと思います。あのこれから多分コーヒー始める方いらっしゃると思うんですけど、ガチでカズマックスこれおすすめ。1杯分2杯分入れる分にはねちょうどいいよ。でこんだけね洗いやすくでマット仕上げだから、あの汚れが目立ちにくいんですよ。非常にね取り回しがいいと思ういや、これはすげえものを買ってしまったかもよし、じゃあとりあえずコーヒーを飲んでいきましょう。まあ、カップもねせっかくですから黒でうわー、
それはうまいコーヒーが飲めそうや今日は。はい、それではいただきます。新しいケトルで入れたコーヒーでございます。うん、OK、しっかり美味しくできてます。結構こう思い通りに振ることができたから、いつも自分でケトル使ってね入れてるのとほぼ変わらずに抽出することができた。思い通りの抽出ができた。美味しい。いやマジで君優秀やね。てか最近このパターン多いな。なめ腐っていて、いや予想を超えてきましたとか、冗談じゃないけど本当にすごいよ。多分430でこれってことはでかいサイズはもっと安定してると思うんですよ。でしかもあれ蓋があるし、これ蓋ないんですよ。ちょっとねここ好みが分かるポイントかもしれないんですけど、まあ、最近はね蓋なしのケトルって増えているし、あとコーヒースタンドとか、まあ、プロの現場でもね結構なしで使ってる人多いんで、まあその辺のトレンドを取り入れたのかもしれないですね。であとまあこれがないことによってこれとかと比べるとこう要は洗いやすいんですよ。外とか特にね。やっぱアウトドアに持っていく上でこういう拭きやすく乾かしやすくカビにくいっていうの非常にいいと思うんですよ。いやマジでね買ってよかった。ここの底から本当によかった。ちっちゃいからやっぱりちょっと半信半疑なところがあったんですけれども、これはねおすすめできるケトル。今もしケトルで悩んでる方いらっしゃったら、少量でよかったらこれいいっすよ。これは後悔しないと思う。ぜひぜひ概要欄に貼っておくんでぜひぜひチェックしてみてください。ガチでびっくりしてる。はい、というわけで、今日のカズマックスの、サブチャンネルじゃなかった、メインチャンネルコーヒーワールド、新しいケトルのご紹介でございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。すげー。